はい、今からこの風船があるのでこれを膨らましていきたいと思います。これ100個あるんですけど、まだあるよ。まだあるの？じゃあ頑張って膨らましていきます。お久しぶりに風船を膨らました。こんぐらい、これは大変だ。難しい、これバランス取るの難しい。こういうのが欲しい、こういうの。いや、不思議これ。不思議だね。これ、かれこれもうさ、俺一人で30個ぐらい作りましたけど、なんかね、鍛えられた。肺活？うん、入れ方が分かってきた。ほんと？たくましい。たくましくなった。私も指が慣れてきた。いい感じ、うん、どんどん完成に近づいてきましたよ。ちなみにガーラントの作り方はこの2つの風船をまず合体して、このここからもここに紐を通してまた結ぶと、こうやって可愛くバランスよくああやってできます。そうだ、ね、中心に紐がくる。そうそうそう。お、すごいね。むっちゃんだよーって、むっちゃんだよー。完成間近でーす。いや、なかなかこれはハード。思ったよりハードでした。いけるやろって思ったけど、来年これやると思うかな。やってもさ、うん、空気入れは勝ってる。そうだね、空気入れはいるわ。すごい、めっちゃいい。いいね、最後にこれ、これあのなんだっけ、コアラが好きな草、どんだっけ、ユーカリの葉っぱのガーラントなんだけど、これをあの風船に巻きつけていきます。
よし、はい、はい、それでは完成しました。すごい大変だったけど、この完成が見えたということで、はい、テンション爆上がりです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。手帳で、手帳で、ありがとう。